S&グラフ US6094 モジュラープレートキャリアベストをちょっと簡単に紹介いたします。でこちらこの通り、こういったモレーベルトが敷かれたプレートキャリアですね。背中にはドラッグハンドルがついております。でまずは着用してみましょうか。ちょっとベルクロがうるさくてすいません。このようにパネルを開くとなっておりますので、こちら片方解除で、あとはこちらショルダーストラップ、肩の部分のベルトに関してはベルクロで開いてと。こちらもベルクロ式で簡単に調節できるようになってます。大体私が着る時はですね、183センチぐらいあるんで、一番大きく伸ばしとけばいいんですよ。感じですか。こんな感じで、わかりますかね。背中こんな感じ。そうですね。よし。これなんだと。ということで、これの今度特徴を簡単に紹介していきましょう。ベッド用意しました。用意周到です。これなんかピョロンってお腹のおへその下から出てるこのストラップは何でしょう。これはですね、内部に本物だったら実弾用の防弾プレート、これを入れるんですね。それをこう、うちではダミープレート、ソフトなやつ売ってますけども、それを簡単に、着脱できるようにしてるストラップだと思います。はい、しまっとこう。あとは背中にこのようにドラッグハンドルがついていて、こちらはちゃんとすぐに取れないようにナイロンのパーツがここら辺までちゃんと通っております。あとは、あとはこれ調整でしょ、肩の。あとこれところどころに無線機用のコードの押さえだと思うんですけど、マイクかな、そういうのがついてますね。でこちらワッペン、ポリスとかスワットとかも、いろんなワッペンを胸の部分に貼れるようになってますね。で、あとはこちらはなんだ。ここがいいですね。ここは見えるかな。こんな感じで M4 のマガジンが3本収納できるようになっております。横のパーツもこんな感じ、見えるかな。メッシュになっていて、ここはポケットになってるのかな。よしと、ちょっと開けましょうか。すいませんね、ベルクロの。で、ラ
ゃがじゃーん。すごいしっかりしてる。このベルクロで蓋がベルクロでですね。ここからここら辺までが普通にフリーサイズのユーティリティポケットになっていて、ここがこのサイズなのでおそらく無線機を差しとけるんじゃないでしょうかね。そんなようなそれを匂わせるパーツがついています、ボタンもすぐ取れそうもないし、実に、高品質、さすが S&グラフ。そんな感じでフリーサイズのモジュラープレートキャリアベストなんですけど、あとはないかな。あとは簡単にダミープレート入れてもいいんですけど、プレート入れなくてもそもそもウレタンのパッドが軽く入っているのでそのままでも使えます。で下腹部のストラップを引くことで、でしょ。であとはなんだ、そうですね、ショルダーパッドにもちゃんとウレタンが軽く入っているので非常に、あんま見えないですけど、これは良いものだとしか言えないということで、実際の価格等々お買い物はリンクを貼っておくので、下の方よかったらチェックしていただけると幸いです。以上、S&グラフ US6094 モジュラープレートキャリアベスト、もっと短くならないかなみたいな名前ということで、よろしくお願いします。